ード毎日バラバラになった。いいか、あの場所が俺たちが初めて落ち合ったところ。いいな。ああ、しかし借金取り立てに銀行までついてくるかね。お前も本当の世界よ。183センチ。高い。気持ちと見えないの。よく言いますね。いやいや、遅い。350円を稼いで、俺に銃を突きつけたのは誰でしたっけ？そりゃあひで、もう人間じゃねえよ。マスター、そんなことしなかったら、ええ、ただ俺の首を絞めただけですよね。人間じゃないな、お前。先輩たちに金貸すために俺彼女から借金しまくってんですよ。早く貸さないで嫌われちゃいますよ。なんとこの卵焼きが美しい、美味しいな。上手に焼けたの。
吉井です。連中はですね、内田町で船を降りて駐車してあった白いバンを奪ってそのまま逃走してます。町田も一緒です。連中に拳銃でこづかれていたそうです。ちょっとやばいですね。周辺50キロ以内を非常検問、白いバンを緊急手配しろ。了解。課長、今そこまでから会社聞いたんですけど、町田が騒がれたって本当ですか？人質になったってことかな。しかし連中町田をどうするつもりですかね。パクった星は、俺は何考えてるかさっぱりわからないやつで、ぬらりぴらりとまだ何も。しかしドジだな町田も。政治のくせになぜまた騒がれるなんてことになったんですか。お前の大将も少し早すぎるんだよ。まあ大体個人プレーですからね、あの人たちは。顔しすぎたんじゃないですか。噂されるはみでもなったらどうすんだよ。じゃあ近藤課長、手伝います。町田君助けましょう。頼んだ。いい加減しろよ。そんな怒ることねえじゃん。二人のやさは。やさって何？分かった、喋るよ。二人のお家は知ってるよ。知ってるよじゃないだろう。だからさ、取引しません？考えてみてよ。俺銀行に入ってさ、強盗だって一言言っただけじゃん。結局1000万盗んでないわけよ。だから俺は何にもしてないのと同じ。言ってみれば無実よ。あいつらのこと喋るからさ、俺無実にしてくんない？お前な、警察ってところも。何だろうだろう。捕まっちゃえば警察なんて怖くねえじゃん。いくらでも怒鳴れば。あんたたちがね、そうやってる限り俺何にも喋んないよ。この二人さ、サラ金で知り合ったんだけど、もう最低のやつだよ。